やっぱ現場で仕事してるとすごい感じます。そのデフレ圧力。あ、デフレじゃなくてインフレ圧力。あ、インフレ圧力。はい。まずはこれ世界的な今のインフレについてですね、考えていきたいと思います。はい、これ米国のインフレ、まあ、米国に限らずなんですが、これまずこう後藤さん、これ解説をしていただいてよろしいでしょうか。はい、そうですね、今アメリカはもう 8% 台のインフレっていうことで、これは2014年からのグラフですけど、これも40年ぶりぐらいのインフレなんですね。まあ、なのでまあ現役世代からしてみるともうほぼ初体験みたいなインフレになっていて、まあ、何が起こってるかっていうと、まあ、インフレは基本的に需要と供給で決まるわけであって、これどっちも未体験のようなことが起こってるってことなんですね。で、需要っていうのはなんで強いかっていうと、コロナ後にすごい経済対策もやってきて、もう前代未聞の金融緩和もやってきたっていうことで、ものすごく買う力が強くなっているっていうことなんですね。なんでそこまでやったかっていうと、コロナから世の中を平常化するためなので、多少副作用があってもものすごくアクセルを吹かせなきゃいけないっていうのは世論の支持も当然あったということで、余波というか今もその需要が非常に強いと。で、一方で供給要因としては、まあ、コロナからの再生の中でなかなかこう物流がうまく動かないっていうような状況がある中で、物不足あるいは人手不足、なかなか職場に戻ってこないというようなこともあって、人手も不足している。さらに今ロシア情勢とかもあって、原油価格とか小麦とかも値上がりしているっていう、この両方の要因がすごく重たいテーマがたくさん絡み合った結果、まあ、この 8% 台っていうものすごいインフレになっちゃってるっていうことですね。これでも、うん、多分それ以外に僕は要因あると思っていて、SNS とかも結構絡んでると思う。 SNS、うん、なんでですか。うん、人手不足になるのはなぜかっていうと、はい、多分おそらくつまらない仕事っていうのがちゃんと可視化されてるんだと思うんですよ。だからその工場のラインとかで黙々と働いていた人たちが気づいた。あ、それはでもあるかもしれないですね。で、結構その、まあ、単純労働って言ったら言い方悪いですけど、そういうところこそ今人が本当に取れなくなってるんですよね、アメリカで。で、はい、当然人が取れないってことはものすごい給料も上がってるっていうことなので、うん、結構私半年ぐらい前までニューヨークにいたんですけど、もうレストランなんかも本当に人が取れなくて、求人の看板とか立てまくりで。そう、それでもあれですよ、インスタグラムのせいだと僕は思っていて。お、面白いですね。はい、インスタグラムってキラキラ SNS じゃないですか。はい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 、自分のキラキラしたところしか出せないじゃないですか。うん、ツイッターとか結構ヘイトがいっぱいあるでしょ。全然文化違いますよ ね、うん、ツイッターってなんか自分の悪いところをもう さらけ出すメディアだけど、うん、インスタグラムでそんなことやってるやついないわけですよ。うん、だからそんなことしちゃいけないような場じゃないですか。うん、別に稼いでるわけでもない大学生の女の子がハワイに彼氏と行ってキラキラしてるみたいな、うん、なんで私はコンビニでバイトしてんの、悔しいみたいな感じが、結構そういったところの現場から人がいなくなる大きな原因なのかなっていう。うん、やっぱ現場で仕事してるとすごい感じます。そのデフレ圧力。あ、デフレじゃなくてインフレ圧力。あ、インフレ圧力。はい、うん、あんま感じないでしょ。茂木さん感じないでしょ。俺ほら事業者じゃないから。うん、でも吉野家の牛丼今並盛り1杯いくらするか知ってます？3キッパ400円超えたんですよ。そうなの。はい、吉野家の牛丼の並盛りが400円超えてるんですよ。結構ですよ。ちょっとびっくりします。結構びっくりするぐらいいろんなものが重なって、うん、まず一番元凶なのは新型コロナウイルスなんですけど、はいはい、新型コロナウイルスで各国が移動制限したりとか、はい、移動制限して一番困ってるのは単純労働の人員確保なんですよね。あ、なるほど。例えば港湾労働者、港でコンテナ船からコンテナを積んだりする人たちいるじゃないですか。うん、あの人たちがすげえ不足してるんですよね。うん、あとトラック運転手、そこから物を例えばアメリカ全土に運ぶような人たちも不足してるんですよ。今クリスマス時期なのにね、ちょっとやばいよね。サンクスビギビングクリスマス時期で、そこに来ての原油高でしょ。うん、はいはいはい、で原油高もあるし、あと今度スエズ運河。え、スエズなんかあったっけ。スエズ半年ぐらい前に座礁してたじゃないですか。はい、あの影響ってもうあの影響が残ってる。残ってるんですよ。え、そうなんだ。ふん詰まるんですよね。はいはい、血液と一緒でなんか脳梗塞とかになるじゃないですか。うんうん、死んじゃうじゃないですか。はいはい、本当1箇所でも詰まると物流って死んじゃうんですよ、ね。うんうん、血液の流れが死んじゃうから、うんうん、だから例えばうちなんかで例えば和牛マフィアとかで困ってるのは何かっていうと、ドンペリが届かない。あ、それこの前なんか今シャンパンが不足してるって言ってた。ドンペリだけじゃなくてなんか、はい、お店の人が、はい、届かない。もうね、ないんですよ。国内在庫が枯渇してるっていう。このクリスマスシーズンなのにドンペリがない、じゃあ銀座のクラブとかも困ってるだろうな。いや、もうだからあれですよ、もうありとあらゆるところに手を尽くして在庫確保しようみたいな感じになってますよ。値段も上がっ、値段はだからそんな簡単には上げられないんで、まあ実際にだから現場では多少高くても買おうみたいな感じになってますよ。
っていうそれもあるし、だから うちらは割と前もって買ってたから良かったけど、うん、でもねオリジナルのイタリアで作ってもらってるワインとかは届かないんですよ。今スエズ運河で入口で止まってますよ。で今ほらネットで今どこに船いるかとか分かるじゃないですか、はいはい、だからスエズの入り口で止まってるんですよみんな。あだからもまあ、だから半年前の間だけど止まると全てが止まるじゃないですか、うん、はいはい、そうです。だからアメリカの例えば中西部とかから物を送ろうとしたら何ヶ月もかかるんですよ今。コンテナの確保がもう本当に至上命題で、だからもうアマゾンとかはもう再三度外して、まあ、あの会社再三度外し好きじゃないですか、まあね、だから飛行機とかで本来飛行機で運ぶべきものじゃないものも飛行機で運んでると、そうすると今度は貨物機がめっちゃ不足してるんですよ。はいはい、パイロットは確保できるんですけど、うん、貨物専用機が足りないんですよね。旅客機は足りてんだけど、むしろ余ってんだけど、予想としてインフレになるってことですか？いやもうかなりなってる なってる。でこれ原油価格が上がるでしょ、うん、そうすると穀物の価格が上がるんですよ、はいはい、だってみんな機械で作ってる、はいはいはい、でしかも今オーストラリア干ばつなんですよ。これはだからまた別の要因なんだけど、あれ小麦の奴隷の小麦ってどっか、あれはかあの国産とカナダ産とかそういうのが多いですね、うん、でそのブレンドですね。だから実際上がってるんですよ。小麦もめっちゃ上がってるんですよ。カレーパン上がりました。カレーパン値上げします来月から。マジ、はい、いくらぐらい上がるんですか？250円を290円にします。えそう、あでもあの、うん、カレーパンが人気商品なんでカレーパンに寄せてあげてて、他はそんな上げないんですよ。あ他の商品はあまり値上げをせずにカレーパンだけ値上げをする、まあ、ちょっと人気もあるしで、ある程度、ね、値上げは大胆にやろうと、今後もちょっと上がる可能性が高いんで。カレーパン290円か。でそれがさらに、うん、さらにあの影響してるのが牛肉の価格なんですよ、ね、おうおう。あ穀物、穀物がほとんどトウモロコシ食べさせてるんで、はいはいはい、まあ、グラスフェットのやつはあんま変わんないと思いますけど、うん、グラスフェットなんてほとんどないんで、ほとんどコーンフェットなんで、うん、コーンの値段がで日本で食べさせてる飼料の、うん、まあ、コーンが多いんですけど、はいはい、コーンは 100% 輸入なんですよ。あ、そうなんですね、うん、でもね、例えばアゲマフィアが良かったラッキーだったっていうか、まあ、だったのは尾崎牛、ほとんど尾崎牛使ってないですね、うんうん、で尾崎牛は6割が国産飼料なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あのビールの搾りかすがメインの飼料なんで、うんうんうん、輸入飼料は4割ぐらいしか使ってないですよ、ね、だから水はね本当に潤沢、日本で水が枯渇することって多分ありえないんで、そうするとまあ割と和牛は US ビーフとかオーストラルビーフに比べると価格的に有利になると。で特に顕著に出てるのが牛タンなんですよ。牛タン上がってる時は5倍ぐらいだよね。ああそこ、あれ輸入だから、輸入の、はい。で当たり前ですけど、うん、牛1頭から1本しか取れない。まあそうだね。2枚舌じゃないからね。2枚舌同時に。これぐらい、まあ、本当だから、1.5 キロとか、はいはい、それ、1.5 キロもないな、1.2 キロとかしかないんですよ。ってことは、めちゃくちゃ不足する。いやだから仙台とか困る。仙台の牛タンはほとんどアメリカ産なんで、うん、みんな和牛のタンだと思ってるんだけど、うん、和牛のタンなんか貴重すぎて、絶対手に入んないんで、僕たちは和牛のタンを昔からちゃんとした値段でちゃんと買ってるんで、うん、うちは在庫ちゃんと囲える。ちょっと僕もパン屋さんやってるから、はい、パンの値段上げたんですよ。1月にカレーパン、ザクザクカレーパンって250円だったら290円に上げたんですよ、はい、もう大ブーイングですよ、その加盟店さんからね、はいはい、なんでそんな突然40円も上げるんだと。いやいや絶対インフレは続くから、うん、で僕説得しましたよ。だから、うん、いやだって小麦の価格が短期的に下がる要素は一つもないよと、はい、そしたらまあその時は実はウクライナの戦争起きてなくて、はい、単純に世界の穀倉地帯というのはもう水不足になってると、はい、アメリカなんかも特にそうですよね、うん、もうグレートプレーンズとか、はい、もう地下水汲み上げすぎちゃって、うん、もう水不足になってるんですよ。日本にいると水不足ってあんまりこうピンとこないんだけど、世界的な大平原はみんな水不足になっていて、それは中国の旺盛な需要のせいなんですけど、だからもうこれ以上生産量増やせないんで、だから値段は絶対上がらざるを得ない。いやでもね面白い時代ですよ。商売人としては面白いですね、はい、うん、それどういう意味で。もう要はだから これまでの常識が通用しなくなるんで、まあ常識っつってもたった20年とか30年のデフレ下での常識なんですけど、はい、うん、それがひっくり返るんで、うん、ひっくり返るってことを認識してない人がほとんどなので、商売としてはめっちゃ楽なんですよ、うんうん、値上げしていけばうまく取っていけるっていう話ですか。値上げできる業態を作るってことですね。あ、なるほどですね、うん、例えば堀江さんのそのカレーパンの値上げで加盟店はそういうのあったと思うんですけど、結果はどうだったんですか？
いや結構別に売り上げ変わってないですよ。安売りじゃなくて質で勝負してたカレーパンはそこで変わっていかない。いやいやそういうわけじゃなくて、単純に値上げをすりゃいいだけの話なんですよ。市場が小麦の値段が上がってるんで値上げさせていただきますと、堂々としてりゃいいんですよ。すいませんって言うからダメなんですよ。そこ変わっていかないと結局いつまで経っても物価上がらなくて、アメリカなんてもう当たり前のように半年後でも1年後でもどん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 値上げしていくわけで、だからそこがね日本人のその多分マインドなんですけど、だから取引マインドなんですよ。そう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 、だから僕結構取引に対して厳しいんですよ。取引の社長の大倉さんの息子ってジャニーズじゃないですか。関ジャニーズですね。そう関ジャニーなんですけど、まあ、共通の友達がいて、はいはい、いや堀江さんなんかお父さんの会社あんまりいじめないでって言っといてくれますかってことを言われたことがあるぐらいちょっと取引に対しては割と僕は厳しめなんですけど、そのうちにスピックスのゲストに出るかもしれないですね。日本のねこれからの難局っていうことで言うとね、 ESG 投資って分かります、環境ソサイエティガバナンス投資ということでね、基本地球環境の保全に努力していたような、例えばサプライチェーンは全て切りますっていうね、こういう宣言、例えばアップルとかね、まあ、GAFA の一部から始まっていて、これはそのうちああいう企業にとってはブランディングの要になるので、そうすると化石燃料を使って何かを作ってる国からは一切中間製品は買いませんっていうふうになっていく可能性もあるんですね。これもとても僕は面白いと思いますね。だからそのエネルギーをね結構輸入に頼ってるんで、ますますインフレが進む、けれども給料上がらないんで、スタグフレーション化するっていう、スタグフレーションなんて僕教科書の中の話だと思ってたら本当に起こりましたね。